鳩山総理大臣は中小企業や在宅ケアの支援施設などを視察して回りました。もうすぐ100歳だね。お元気なんです。一緒にいるからいいですね。また元気になれますね。一人暮らしの家でね、お元気でね、よろしくださいね。千葉県松戸市内の在宅ケアの支援施設では、最高齢の96歳の女性をはじめ、一人一人と握手しながら声をかけ、鳩の形をしたサブレをもらって嬉しそうな鳩山総理。出発前には愛の絆と書いた色紙をプレゼントし、外に集まった近くの住民にも手を振って答えていました。またこれより先に訪れた東京都内の金属熱処理加工場では、中小企業の実態を確かめるように質問を重ねながら熱心に視察。目に入った部品が何かを聞くなど、理系総理らしい興味も示していました。就任当初からできるだけ外に出たいと話している鳩山総理ですが、外で見せる笑顔とは裏腹に、予算編成などいくつもの難題がのしかかっています。